今回はヨーロッパの工業を見ていくことにしましょう。年代時代を追いながらそれぞれの地域でどういった工業が栄えていったのか見ていきたいと思います。まずヨーロッパの中で一番最初に工業が栄えたのは西ヨーロッパの地域です。 国でいうと英仏独つまりイギリスフランスドイツこの辺りで工業が栄えていきました。それもそのはずで産業革命蒸気機関が作られてそれがいろんな機械とか産業に応用されて社会全体が変わっていったのがこの産業革命です。 この産業革命が世界で一番最初に起きたのがイギリスやったわけやね1760年代ぐらいからイギリスは産業革命を通して社会全体が大きく工業型の社会に変わっていきますそれがお隣のフランスとかドイツに広がっていったわけですそしてさらに世界中に産業革命の波は広がっていきましたなのでヨーロッパだけじゃなく世界で見ても初めて工業が発達をしていったのがこの西ヨーロッパの地域になってきます その中でも特に有名なのが今でもドイツは工業がものづくりが盛んやねんけどドイツの中西部にあるルール地方というのがありますこの黄色い印をつけたあたりですここにはルール工業地域というのが広がってきて広がっていて昔から工業が盛んな地域ですでなんでこのルール地方で工業が盛んになったのかというと丹田があるんやねつまり石炭が取れます で石炭っていうのはま当時蒸気機関を動かすためには蒸気を作らないといけないつまり物を燃やさないといけないのでその時の重要な燃料でしたまそれがたくさん取れるってことであれば工場とかもこの近くに作ってあげた方がいいよねまなのでルールで工業が発展をしていったと。 ただもちろん今もルール工業地域盛んに工業を行われています大きな工業地域ですただ第二次世界大戦後になると少し様子が変わってくるところがあります何かというとそれまでは石炭が主要なエネルギー主なエネルギー源やってんけどそれが石油に変わっていったんやね石油の方がエネルギー効率がいいま少ない量で少ないお金でたくさんのエネルギーを生み出すことができるのでま石油を使った方がええやろとなっていきました それじゃ石油をどっから取ってくるかって言うとまルールではもちろん取れないので基本的に海外から輸入をしてくることになります。そして石油ってたくさんいるし重たいので飛行機とか車とかではなかなか運びづらい鉄道とかでも運びづらいんでね基本的に船によって最初は運んできます。 そうするとままさに日本も石油とか原料を海外から輸入し輸入する工業になってるんやけどそうすると工業地域っていうのは海に近い臨海部臨海部ってこの感じです海に望んだあたりつまり沿岸のあたりで工業地域が発展をしていくことになりますそうして発展していった工業地域まあその中でも特に有名なのがオランダのロッテルダムですロッテルダムにはヨーロッパの中でも最大の港です ロロッッテテルルダダムム港港があります。ね。このロッテルダム港のことを通称ユーロポートと言いうんです。まヨーロッパで一番大きいからね。ポートっていうのは港っていう意味です。ままさにヨーロッパの港っていう意味になります。まこのユーロポート、写真で空から撮ったのはこんな感じになるんやけど、オランダって前の動画でも少し話した通り、土地が低いんやね。海がすごく近いです。なので、港を作るのにはすごく向いています。海、えっと、 船がが奥の方までで入ってくるることができんね。それをここら辺で止まっちゃうとなかなか工業地域とかって作りにくいんやけど中の方まで入ってくると原料を奥まで奥の方の工場まで運んでここら辺に工業地域とかを作っていくことができるんうなるわけなのでこの赤で囲んだ地域はすべてここが港になっているという感じです。えこれがえっとヨーロッパの中でも一番大きいユーロポートです。 そしてこの辺りではもちろん石油を使った工業が発達をしていくので重工業から石油化学工業へと工業の中心は移っていきました同じような発展を遂げた地域としてフランスの地中海に面したマルセイユこれはヨーロッパの中で今は3番目に大きい港になるんやけどこうしたところも石油化学工業とかが盛んになっていますさらに ちょっとここにも印しつけたんやけどちょうど1960年からイギリスとこの北欧の国々との間ここに北海北の海と書いて北海とみます北海という海があるんやけどここで油田が見つかるんやね油田つまり石油が取れるってことが分かって開発が進みますなのでさらにこのユーロポートとかはこっからやと輸入しやすいよねなのです だんだんと沿岸部に石油化学工業が特にこの北海に面してあたりとかは発展をしていくようになりました。 それ今の工業はどうなっているでしょうかっていうともちろんルール工業地域とかユーロポートもヨーロッパ最大の港としてあるんやけどだんだんと工場が都市部にも作られるようになってきましたそれこそフランスの首都パリとかドイツのベルリンとかあとドイツの中でも大きな都市ミュンヘンの近くとかにも工場が作られるようになってきましたでどういう工場が作られているでしょうかっていうと車自動車とかあと飛行機航空機やね の組み立て最終的な組み立てを行う工場が作られたり医薬品の工場が作られたりしていますなのでドイツといえば車の製造がすごく盛んやねんけどそうしたドイツの工場で全ての部品を全部作って全部最初から組み立ててやっているかというとそうではありませんそうした都市部の工場はいろんなところから運ばれてくる部品を組み立てる最終的に組み立てて出荷する工場があったりするんです なのでそれじゃあ部品はどこら辺で作っているかっていうとそれは実は結構ヨーロッパ中で作ったりしているわけねえ、特にこの東の方東ヨーロッパの方はこっちの人たちに比べて給料安いですなのでこっちらの方に部品の工場とかを作ってちょっと適当にかくね部品の工場を作って例えばタイヤを作りますとか何を作りますとかっていうのを作ってそれをすべてドイツの中心部の工場に集めて それをを車,としか車とか航空機ととししてててて組み立てて出荷するこなので最近はこの都市部に最終的な組み立ての工場ができたり車とか飛行機の組み立て工場ができたり逆に言うと東欧の方とかにそうした部品関連の工場が増えたりもしていますそういうふうにして時代の流れに合わせてヨーロッパの工業も変わってきているわけです。